日本の皆さん力を貸してください。2024年夏、韓国は記録的な豪雨災害に見舞われ、都市機能の麻痺やインフラ崩壊の危機が浮き彫りとなりました。しかし単なる自然の猛威だけではなく、老朽化したインフラや整備不足がさらなる被害を拡大させたことが後に判明。韓国国内でもこの事態を重く受け止め、インフラ問題が大きな社会的議論となりました。こうした中、韓国は技術力のある日本に対し支援を求めましたが、日本側は慎重な姿勢を崩しません。一体韓国が抱えるインフラの脆弱性とは具体的にどのようなものなのでしょうか。そして日本がインフラ支援に対して慎重になる理由とは何なのでしょうか。今回は200年に一度と言われる豪雨に見舞われた韓国と、日本の韓国に対する姿勢を海外の反応と合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。韓国豪雨災害、インフラ崩壊の危機。2024年夏、韓国は未曾有の豪雨災害に見舞われました。首都圏を含む中部地域ではわずか48時間で200ミリメートルを超える雨量を観測し、各地で深刻な浸水被害や土砂崩れが発生したのです。特に甚大な被害をもたらしたのが釜山市。観測史上2番目に多い370ミリメートルを超える大雨が降り、市内各所で道路冠水や道路陥没が発生したのでした。大規模な道路陥没で消防車両を含む2台の車両が落下したという被害も報告されています。この事故により周辺地域は壊滅的な打撃を受けました。幸いにも人命被害の報告はありませんでしたが、大きな事故につながる可能性があったのは間違いありません。事故後の調査で明らかになったのは、この悲劇が単なる自然災害ではなく人災の側面が強いということでした。短時間での大量の降雨に対して排水システムが十分に機能しなかった可能性があったのです。道路陥没のような事故はインフラの老朽化や維持管理の不足を示唆しています。これらの被害は急激な都市化や気候変動に対応できていない都市インフラの脆弱性を浮き彫りにしています。適切な都市計画や防災対策の不足が自然災害を人災に変えてしまった一因と考えられます。この災害を契機に韓国国内では社会インフラの老朽化問題が大きくクローズアップされることとなりました。多くの専門家が経済発展を優先するあまり、安全対策がおろそかになっていたと厳しく指摘しています。実際韓国の社会的設備や施設の整備を目的とした予算は近年減少傾向にあり、必要な維持補修費用が確保できていない状況が長く続いていました。例えば2015年時点で建設から30年を超えた国家の管理対象となっている施設は全体の 4.0% でしたが、2030年にはこの割合が 36.9% まで急増すると予測されています。特にソウル市では下水道管の約半数が整備から30年以上経過し、50年を超えるものも 30.5% に達しているという深刻な状況です。一方、隣国である日本では過去の災害経験を教訓に計画的なインフラ整備が着実に進められてきました。2018年の西日本豪雨を契機に全国1340箇所の河川で詳細な調査が実施され、240箇所の鉄道橋や6つの空港、病院、観光施設などの重要施設でも排水設備の点検が行われたのです。さらに2020年には夏の集中豪雨に備えて流域治水プロジェクトが始動し、河川流域全体で水害を軽減させるための取り組みを開始しました。このような地道な取り組みの積み重ねが同様の豪雨に見舞われた際の被害の差につながったと分析されています。歴史問題が影響、日本が韓国支援に慎重な姿勢。このような状況の中、韓国政府は日本に対してインフラ整備支援を要請しましたが、日本側は慎重な姿勢を示しました。日本が韓国へのインフラ支援を拒否した主な理由として以下の点が挙げられています。一つ目は歴史認識の問題。徴用工問題に関する韓国最高裁の判決など歴史問題をめぐる対立が解決していないことが大きな障壁となっています。2018年、韓国最高裁は日本企業に対し戦時中の徴用工への賠償を命じる判決を下しました。この判決は1965年の
日韓請求権協定で両国間の請求権問題は完全かつ最終的に解決されたとする日本政府の立場と真っ向から対立するものでした。この問題は単なる法的解釈の違いにとどまらず、両国の歴史認識の根本的な相違を浮き彫りにし、その後の日韓関係に深刻な亀裂を生じさせることとなりました。2つ目は技術流出への懸念です。過去に日本企業の技術が韓国企業に無断で使用され、競争力を失った経緯があることから、日本企業は技術提供に極めて慎重になっています。特に約10年前に家電や半導体、造船などの分野で起きた技術流出事件は、日本の産業界に大きな衝撃を与えました。これらの事件では、日本企業から韓国企業への違法な技術移転が行われ、結果として日本企業が国際市場での競争力を大きく低下させる事態となりました。この苦い経験から、多くの日本企業は韓国企業との技術協力に二の足を踏んでいるのが現状です。3つ目は法的リスクです。韓国での事業展開に伴う訴訟リスクへの懸念が強くあります。前述の徴用工問題に関する判決以降、韓国で事業を展開する日本企業は常に訴訟リスクにさらされている状況です。このリスクは単に経済的な損失にとどまらず、企業イメージの低下や国際的な信用の失墜にもつながる可能性があります。そのため多くの日本企業が韓国での新規事業展開や既存事業の拡大に慎重にならざるを得ない状況が続いています。4つ目は自主的な取り組みの重要性です。日本はインフラ整備は自国の責任で行うべきという原則的な立場を守り抜いています。これは単に韓国に対してのみ適用される方針ではなく、日本の対外援助政策の基本的な考え方でもあります。日本政府は持続可能な発展のためには援助を受ける側の自主的な取り組みが不可欠であると考えているのです。この観点から韓国のような先進国レベルの経済力を持つ国に対しては、自国の力でインフラ整備を行う能力があるはずだという認識があります。日韓請求権協定が新たな支援の壁に。1965年の日韓請求権協定のことも忘れてはいけません。これが5つ目の理由です。1つ目の歴史認識の問題でも触れましたが、この協定で両国間の請求権問題は解決済みという日本側の立場が新たな支援の障害となっています。日本政府はこの協定によって韓国に対して3億ドルの無償供与と2億ドルの低利融資を行い、これをもって完全かつ最終的に解決されたと考えています。しかし韓国側はこの解釈に同意せず、特に個人の請求権は消滅していないとの立場を取っているのです。この根本的な認識の違いが新たな支援や協力を困難にしている大きな要因となっています。これらの理由により、日本企業の多くは韓国でのインフラ事業参加に二の足を踏んでいるのです。特に日本の重工業関連企業の多くが戦前からの歴史を持つ企業であり、徴用工問題などの歴史問題に敏感であることも大きな要因となっているのでしょう。これらの企業は長年培ってきた技術や知見を持っているがゆえに、それらが不当に利用されることへの警戒心が強いのです。一方、韓国側からはエネルギー関連インフラの再構築など幅広い分野での協力が求められています。特に液化天然ガスの活用や再生可能エネルギー対応の送配電システム、工場や公共施設の省エネ化など、日本の先進的な技術への期待は高いものがあります。しかし日本側の反応は依然として冷ややかなままです。この状況を打開するには、韓国側が信頼関係構築のための具体的な行動を取る必要があるとの指摘も多く聞かれます。例えば徴用工問題に関する判決の見直しや、1965年の日韓請求権協定の尊重、知的財産権保護の強化などが挙げられています。特に知的財産権保護に関しては、法制度の整備だけでなく、その実効性を高めるための取り組みが求められているのです。しかしこのような複雑な歴史的背景や政治的問題が存在する中で、単純に技術協力を進めることは困難です。両国の相互理解と信頼関係の構築が不可欠であり、その道のりは決して平坦ではありません。日韓両国の間には植民地支配の歴史や領土問題など、簡単には解決できない課題が山積しています。これらの問題を一朝一夕に解決することは難しいですが、少なくとも対話を継続し相互理解を深める努力は欠かせません。
またインフラ整備の問題は単に技術や資金の問題だけではなく、国家の安全保障や経済戦略とも密接に関連しています。そのため両国の政府レベルでの協議や合意形成が不可欠です。民間企業だけでなく政府間での信頼関係の構築や協力体制の確立がこの問題の解決には欠かせません。韓国インフラ危機、民間で日本との協力模索。韓国社会は今大きな岐路に立たされています。自国のインフラ整備をどのように進めていくのか、国際協力をどのように模索していくのかといった点を検討しなくてはなりません。これらの課題に対する韓国の選択は単に国内のインフラ問題だけでなく東アジア地域の安定と繁栄にも大きな影響を与える可能性があります。今回の災害とその後の展開は自然災害への備えの重要性だけでなく国際関係の複雑さや歴史問題の根深さも浮き彫りにしました。韓国がこの経験をどのように生かし、より安全で強靭な社会を構築していくのか、そして日本との関係を今後どのように再構築していくのか、これらの問題に対する韓国の対応は今後の東アジアの政治経済情勢にも大きな影響を与えることになるでしょう。世界中の目が韓国の次なる一手に注がれているのです。このように2024年の韓国の豪雨災害とその後の展開は東アジア地域に大きな波紋を広げています。韓国政府は当初自国の力だけでインフラ再建を進めようとしましたが、その困難さに直面し国際社会への支援要請を検討し始めました。しかし韓国の期待とは裏腹に国際社会の反応は冷ややかだったのです。特に技術力と資金力を持つ日本からの支援を期待していた韓国にとって日本政府の支援を拒否する姿勢は大きな痛手となりました。韓国政府は苦肉の策として民間レベルでの日本企業との協力を模索し始めることとなりました。政府間での協力が難しい中、企業間の取引という形で日本の技術を取り入れようという狙いです。しかし日本企業の多くは依然として慎重な姿勢を崩していません。そんな中、韓国の一部の若手政治家や実業家から日本との関係改善に向けた新たな提案が出されるようになりました。彼らは過去の歴史問題と現在の経済協力を切り離して考えるべきだと主張し、日本との新たな関係構築を訴えています。この動きに呼応するように日本国内でも韓国との協力に前向きな意見が少しずつ出始めています。特にアジア地域での中国の影響力拡大を懸念する声が強まる中、日韓協力の重要性を訴える識者も増えてきました。しかし両国の世論はまだまだ厳しいものがあります。韓国では日本への譲歩は屈辱だとする意見が根強く、日本でも韓国への不信感は簡単には拭えないのが現状です。韓国との協力に慎重な意見は依然として強いものがあります。韓国の技術流出問題や歴史認識をめぐる対立など乗り越えるべき壁は高いままです。若者たちが示す日韓関係改善への希望、このような状況の中、両国の若い世代から新たな動きが生まれています。SNS を通じて交流する日韓の若者たちが互いの国の現状や課題について率直に意見を交換し始めたのです。彼らの中には過去の歴史に縛られず未来志向で両国関係を考えようとする動きが出てきています。こうした草の根レベルでの交流が徐々に両国の世論にも影響を与え始めています。メディアでもこうした若者たちの活動を取り上げる機会が増え、新たな日韓関係の可能性について議論が活発化してきました。韓国における200年に一度とも言われる豪雨によって国全体が大きな損害を被っていることは見逃せない問題の一つです。インフラの損壊や大規模な洪水被害、避難を余儀なくされた多くの人々の姿が報じられ、韓国社会全体に深刻な影響を与えています。このような非常事態にもかかわらず、日本政府は韓国のインフラ整備を支援する姿勢を見せておらず、両国間の緊張はさらに高まる可能性があります。日本国内でも自然災害が増加する中で、気候変動への対応や防災インフラの整備が重要な課題となっています。韓国の若者たちは日本の技術力や経験を高く評価し、共に未来を築くことができるのではないかという期待を抱いていることでしょう。SNS を通じて行われる日韓の若者同士の意見交換は単なる情報共有にとどまらず、両国が直面する共通の課題に対する建設的な対話の場として機能し始めています。
韓国のメディアでも日本との協力が必要不可欠であるという意見が増えつつあります。特にインフラ整備や災害対策において技術的な優位性を持つ日本が支援を提供することは両国の信頼関係を深めるきっかけになり得ます。日本の技術者たちが韓国でのインフラ再建に協力する姿は過去の対立を乗り越えた新たな友好関係の象徴となるかもしれません。しかし現実的には日韓間の協力には依然として多くの障壁が存在しています。韓国国内では歴史問題を背景にした日本への強い反感が根付いており、一部の保守的な勢力は日本との協力に対して強い反対を示しています。また日本側でも韓国に対する感情は複雑であり、特に政治的なリーダーシップの欠如が協力の実現を阻んでいる要因となっています。こうした中で日韓の未来をどう築いていくかが両国にとって重要な課題です。過去の対立を乗り越え新たな協力関係を築くことができるのか、それとも対立の構図が固定化されてしまうのでしょうか。両国の選択が東アジア地域の将来を左右する可能性があるのです。日韓の若者たちの交流や活動は単に両国関係の改善だけでなく、広く国際社会に対しても重要なメッセージを発信しています。特にグローバルな課題である気候変動や自然災害への対応において、日韓の協力が地域全体の安定と発展に寄与する可能性があるでしょう。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。日本が災害対策で進んでいる理由は長年の経験と準備の成果だと思います。韓国も今後日本と同じように対策を強化すれば将来的には強いインフラを築けるでしょう。日本の河川管理や治水対策の取り組みは感動的です。災害に備えて長年にわたる計画を実行し続けている姿勢には脱帽です。日本は災害対策の先進国として世界中から尊敬されています。特にインフラの強化や計画的な都市整備が自然災害から国を守っている姿は本当にすごいです。日本は国際協力に関して慎重すぎるところがあると思います。もっと柔軟に他国と協力していくことで地域全体が恩恵を受けられるはずです。日本の防災技術は本当に驚異的です。2011年の震災を経ても迅速に復興し、さらに強固な対策を講じているのはお手本になるものだと思います。いかがでしたか。今回の韓国の豪雨災害は自然災害の恐ろしさとともに、インフラ整備や都市計画の重要性を改めて考えさせられるものでした。また日韓関係における歴史的な対立が技術協力の障壁となっている現状も浮き彫りになりました。災害に対する備えは一国だけでなく国際的な協力が不可欠です。韓国と日本が互いに信頼を築き、未来の安全を守るために協力し合うことができるか、今後の展開が注目されることでしょう。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。